哟欢迎你们谢谢老师今天我们要去调查日本的台湾、哦、最近的话我们调查台湾料理的地方、嗯、可是呀台湾的要素的话还有那个台湾式料理按摩店可是呀如果拍这种的中南然后拍很痛很痛这个很无聊的已经懂观众们的心情 OK OK 所以今天也有邀请超级重量级的来宾今天的特别来宾就是波多野结衣大家好，我是波多野结衣。哦，这他冷静一点。喂，这次的三连霸太好了吧？中国语说的很溜，めちゃくちゃもう流暢だった。自己紹介だけ。あ、そうですね。マサノさんといったら、はい、台湾でも超有名ですよね。わかんないです。いやいや。待って待って。なあ、お前開始。こちらですね。ジワドーさん。スーパー台湾スタイル。わあ、すごい。店員さんの服装がすごい台湾っぽい、ね、日本の芸能人の方がたくさんいらしてますねなんか台湾だとこういう仕切りあるかな椅子だとさこうバーって並んでるじゃないですかそうですね、うん、確かにみんななんか一斉にやってるイメージですよね、うん、さあということで、ちょっと一旦無視しますねどうですか畑野さんいいですねやっぱりこう椅子がこうふかふかで、うん、最初にこれやってるのが足湯というやつですね、うん、あでもこれ発泡スチロールの入れ物になってるんですねです、はい、やっぱり発泡スチロールだとなんか保温性が良かったりするんですかめちゃめちゃいいですあそうなんですねこれは台湾で見たことないかも確かにあ、入ったお願いしますこれちょっとなくしてもらうこと可能ですかねダメですやっぱ区切らないとその畑野さんみたいんで個室空間でこうリラックスしていただくと、はい、この幕越しに畑野さんを感じればいいってリラックスできるか足にお怪我はございませんか、はい、丁寧な接客あれは聞いてくれないなんか結構雑なとこありますちょっと気持ちいいね気持ちいいです、はい強さいかがですか痛いですね痛いです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 そうそうこれこれいいですよ普通に痛いもっと持っていてください痛い痛い台湾の人がねこれで喜ぶんで痛い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 うるさいうるさいよごめんなさいあいいですねこの絵を描きたかったんですそう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 だそうだもっといいもっといい何もう何ですかこの痛さなんか悪いとこあるんです痛い腎臓ちょっとうるさいよ、スー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 うるさいんだありがとうございます、うちのチャンネルのためにいや、違う違う何ですかもう本気出してるんですかいやまだ来るんですよ私なんか体悪いのかもえ、なになになにこの映像見たことあるかもしれない嘘いいですよ、畑野さん痛い、痛い、痛い、痛い痛い痛いよほらあ、はいはいはい FG1 はい目疲れですね目二人とも目が疲れてる目疲れてる僕ずっとあのアダルトビデオ見てる何もちろんはい、ということでね、はい、台湾を十分に体験していただいたところ、はい、ちょっとここで軽くインタビューをさせていただきたいんですけれども、はい、畑野さんと台湾にまつわる思い出みたいな、うん、私この仕事を今の職業を始めてなんかずっとイベントとかをやってこなかったんですけど久しぶりに活動するってなった時に、うん、初めてイベントしたのが台湾だったんですなんでまた全然私知らなかったんですけど、はい、有名なリン・チーリンさんっていう女優さんがなんか似てるっていうので、うん、なんかこう今人気があるよっていう話を聞いて、うん、でその震災の時に台湾の方がすごいいろいろ日本にしてくださったのを聞いてて、まあ、それも兼ねて台湾でイベントをしてお返しをしたいなっていうそっから結構ちょこちょこ台湾にも仕事で行かせてもらったんですけど、はい、台湾の人大好きすごい優しいし、はい、一緒に映画とかもあの撮らせてもらったんですけど、うん、台湾のスタッフさんとか監督さんとか、はい、もうずっと一緒にいたんですけど日本語が喋れないけど通訳さん通して一生懸命喋りかけてくれるというか、うん、仲良くなってくれるっていう努力をすごいしてくれて台湾に住みたいなって一時期思ってこのやっぱこっちでは絶対経験できないような仕事を、うん、あっちではすごいさせていただいて、うん、なんかあの IC カードみたいな悠々カード悠々カードの、はい、表紙というかあのそれで売らせてもらったみたいな、まあ、それもちょっといろいろ問題あったんですけどあと CM も撮らせてもらう飲料水の、うん、一時期セブンイレブンにあっちに置いてあってそうやあまあ、メーカーが違うんで違うけど水友達水友達そうなんですよ水になったことあるんですよすごい悠々カードにはなってない
いやでも本当にあの僕もちょうど台湾で活動しだしたのが2015年ちょうど悠々稼働になられた時期で、日本人といえばもう畑野さん、なんか台湾人の男と仲良くなるんだったら、はい、僕は JE って言ってた、僕は JE同通の話題で来いよ友達になれるみたいな、うん、もう日本人代表の方だったんで、うんうん、すごいですね。私いやすごいですよ自分で言われた。あでもあのリンチーリンさんのおかげなんて、なんか書かれてたんですよね、メディアとか。うんうん、あそう、暗黒の暗黒の失礼なんですよね、リンチーリンって言われて、暗黒のリンチーリン、それはちょっとあれなんじゃないのか。いや、言ったやで、台湾のメディアに2人だろうが、俺いつも自分もらってんだよ畑野さんにさ、仕事が辛くて腹に殴らってさ、そんな今畑野さんの作品見たらさ、あんまり気持ちなんだよ。俺が暗黒みたいな、いや、見たよお前が。でも確かに当時で言うと、はい、まあ、多分そういう偏見みたいなのがまだ若干、うん、今よりももっと大きくて、うん、その悠々カードに女子女優さんをするのはどうなんだみたいな、うん、多分正義魔人っていうんですけど、うんうん、ありますよね、どこでもね、うん、それはやっぱ当時は結構あります。いやなんかね、やっぱり仕事で傷つくことも多くて、うん、私はそういうつもりで全くやってないし、うん、なんかこの仕事をしてるからじゃあできるでしょって言われることもあったんですよ。例えば脱ぐとか、はい、別にそうだけど海外の活動はタレント業としてちゃんとやっていきたいっていう方針があったから、うん、なんかそういうのがすごい悔しくて、あやっぱそう思われてんだなっていうのが、いうカードの時もやっぱりちょっとショックだったし、やろうとしてることは本当に素晴らしい、寄付とかそういうことですよね。でも最終的にはあれですもんね、台湾でも発売ちゃんとされて完売したんだよ、一歩変えましたよね、台湾の歴史を。うん、本当そうですよね。ちょっとしんみりしちゃう。全然寝ようと思ってたら寝れない。寝れないですねこれそんななるっけ。これね結構強いと思う。強いですかとかね、あの聞いてくれないこれ普通の強さ、普通の強さ。痛い王子ね痛い、楽しんでじゃない。これ台湾式っていうのはどういうとこが特に台湾式っていう感じなんですか。あこちらのやり方は、はい、あの五着席式というやり方をしてまして、はいはい、他のやっぱり日本のマッサージ屋さんとかだと違うスタイルなんですかね。英国式の場合だと指の腹で辿っていくんですけど、五着席式は結構この指の関節を使って、あなるほど、この角でこうグイグイってやるのが台湾式なんですか。そうですね、押し流すんですね。あ、そういうことなんですか。そうですね、表面だけを流すんではなくて、うん、はいはい、そろそろ左終わりっていう感じですか。そうです。結構台湾ではよく行ってたんですか、質問。質問は行ってないです。お金払って痛い思いするのやつ。髪ボサボサに台湾の人より優しいような気はしますけど、台湾の人なんか痛がると大喜びしてすごい強く押してる。あ確かに腰ですか。痛い、腰痛い。え、腰痛くないですか。腰使ったことないもん。使ったことあるそれやっぱ畑野さんこれ職業的なところなんですか。あ、そうです、そうです。セクシーに見せなきゃいけないから、撮影もそうですよね、腰動かすから結構。あ使う機会ないもん。あるだろやっぱそれだけ体酷使してるってことですよね。してますね。大変な仕事だ。行ってみてほしい、もう一回。えでもなんかいそうな顔してますありがとうございます。ありがとうございました。すっきりしました。なんかすっきりしました。体中が痛いだけだと多分最悪だなと思っちゃうけど痛いやつに気持ちいいやつが来たから。セクシーですよ、より美しくなってます。とマッサージの感想。あ、マッサージの感想。台湾との違いとか。あ、こっちのこう表情を見て加減してくださってるような感じが。あ、なるほど。台湾の人の方がもっと強いは強くっていう。あお、なんでさらお前やおち台湾料理ルーローファンとかは好きで自分で作ったことある。めちゃくちゃ台湾好きじゃない。大好きです。さあ、ということでお店の前ですけど、はい、どうですか、赤野さん。あ、これがすごい綺麗なんですよ。読んでみてください、これ。センターパンパンって書いてある。ちょっと日本語ではちょっと面白い意味になってしまいましたけどね。すいません、日本語。おお、你好。老板是台湾人吗？そうです、台湾人。見てください、これ。これはなんか台湾スタイルなんですか？そうです、台湾スタイルです。取っていく。そう、あのセルフで。セルフなんだ。めちゃめちゃいいですね、じゃあ。そうなんです。台湾ビールとかある。はい。お願いします。おお。すごい来ました。うちはメニューにこのルーローファンはないんですよ。常連さんしか食べられないものなんですよ。まあ、ファンだから。そうです、ファンだから。ファンだから。スケベなんだからもう。いつもお世話になります。は
い、いただきます。うん、うん、溶けるお肉が美味しい。ちょビール、ビール飲みたい、ビール飲みたい。うん、本当に肉がトロットロだ、濃い味のね、濃い、ちょっとのルーローでご飯めちゃめちゃ進むやつや。うん、はい、三ページ食べたことないかも、はい、ほら、これもなかなか日本の台湾料理屋で見ない。いただきます。はい、あ、いや、ちょっとピリ辛、ちょっとだけ。こんな骨付きで出てくるの台湾で珍しくない？こんな鉄鍋でこう熱々の状態で出てくるってルーチャーでも全然ないんで。じゃあちょっとここで、はい、喉が渇いてらっしゃるということなので、うん、こちらヘイソンシャース乾杯。はい。ん？なんかコーラっぽいんですけど。まあそうですよね、はい、コーラじゃなくて、はい、なんか入ってる、はい、針が入ってます。はい、入った。正解じゃないです。入ってないです。箸良くなりますみたいな味っていうことですか。好きですか。はい。なんか独特な、独特が独特っていう時はちょっと味になあり。じゃあ続いてはですね、職業に関するインタビューです。かなり作品数とかもめちゃめちゃあります。初めて何年ぐらい？今年で14周年。ずっとトップに君臨されてるイメージが。全然そんなことないです。いや、全然ずっとトップしてます。あの、毎日見てるね、はい、すごいなんか言ってくれるから、はい、帽子がコンドームに見えてる。やめてちょっと。最初のどういうきっかけで始められたとかあるんですか？あの、スカウトマンの方にキャバクラのスカウトをされたんですよ。同じ道でそのスカウトマンさんとよく会うことが多くて、だんだん仲良くなって、その人でご飯に行きましょうってなって、ご飯行った時に、もともと高校生からグラビアアイドルやりたいなっていう、なんかちょっとそういう夢があって、グラビアをやりたいんですって言ったら、うちの事務所そういうのやってるから上の人紹介してあげるねって言って、うん、で、まあ、話しに行ったら、あれやこれやと思って、いろいろあり、グラビアよりこっちの職業の方が向いてるよって言われて、例えば服を脱いでみたりとか、はいはい、ただなんかグラビアだから、まあ、あるだろうと思って、結果的にちょっと全部、うん、って言われて。作品見てる今。なんか作品の冒頭部分見てる。なんか抵抗はなかった？いや、ありました。そうですよね、あったけど、そういうもんかなって思っちゃった。で、始まりました、その旗の結衣が。へー、うん、まあ、意図せずというか、もともと偏見持って、そういう職業じゃないけど、風俗関係とか、うん、やる子どうなんだろうとか思ってたんですよ。でも実際自分がやってみて楽しいなって思えたし、やってよかったって思えたんで。それはなんでですか？最初はイベントとかしてないって言ってたじゃないですか、はい、でファンの人と関わる機会がなかったんですよ。でそのあたりはすごいやめたいなっていうのが続いてたんですけど、はい、イベント始めてファンの人と出会ってからめっちゃ楽しくなって、ありがたいなっていうのと、喋ったりとかする機会が多いから、この人たちが今まで作品を買ってくれてたから私は続けられてたんだとか、うん、応援してくれるからやれてるんだっていう気持ちが強くなって、じゃあもうそれ以降は割と後悔なくというか。最初はちょっとやっぱりバレたくないみたいな、誰にも言ってなかったのよ、親とかにも。その時期はめちゃめちゃやめたくて、なんかなんでやってるんだろうこういうこととかって思っちゃってたんですけど、そういうイベントとか出るようになってから、家族にも全員私が言ったんで、言ってからは吹っ切れて、すごいもう活動しやすくなったんで。それはなんか言おうと思ったきっかけみたいなのが、お母さんにだけ最初言ってたんです。その初めてちょっと経ってから、はい、お父さんだけ絶対言わないでください。そうですよね、父親って嫌だろうなっていうのもあったんで、ショックも受けるし、何も言わないでおこうって思ったんですけど、ある日なんかお母さんから電話かかってきて、なんかお父さんが友達からもらったエロ雑誌のブロックみたいな DVD に私に似た子がいるけど私じゃないかって言ってきたみたいな。もうこれは自分から言わなきゃみたいな、言われる前にってなって、その電話したんですけど、ごめんねって、今まで嘘ついてたけど実はこういう仕事してて、ただ多分ショックだったと思うんですけど、すごい優しくて、こういう仕事に偏見は持ってないから。素敵なお父さん。自分で見てる手前です。体だけは気をつけてねって言ってくれて、うん、それがなかったらね、続けてなくて、もしかしたら台湾に来るなんて機会もなかったかもしれないですよね。なかったですね、うん、作れてよかった。お父さんありがとうございます。お父さんありがとう。今のところはじゃあいつまでとかそういうのは決めてらっしゃるんですか？全然決めてなくて、ただなんかもう撮影はちょっといいかなって思ってる部分が。ちょっと困りますよ。ファンの方がね。
わ、泣いちゃった。あと本数的にすごい出てるんです、本当に1位なんですよ。あ、そうなんですよ。そうそう、女優さんの中で一番ぐらいになったんで、うん、もう撮るものがあんまなくてそんなことあります？制作側の人も何を撮っていいか分かんない、うん、かといって何かを解禁するっていうのも嫌で、なんかそこまでして自分が嫌なことをしてまで仕事をしようとは思わないんで、うん、楽しくやりたいからどうしようかなって考えてるんですけど、ただこの撮影自体は好きなんで、やめはしないかもしれないですけどね、やるとしても趣味みたいな。でも趣味でも続けていただけたらすごく嬉しいです。本当ですか？見てくれます？頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。あよっ、え、何ですかこれ？食べたことありますよ。え YouTube が上手言わないよ、正しい。うわすっごいグツグツしてる。地獄みたい。地獄みたい。地獄みたい。表現が独特。おいしい。お、おいしい。え、めちゃめちゃおいしい。え、何ですかこれ？なんかレバーみたい。鴨の血のスープ。うん、こんなおいしかったっけ？これが血だと分かっても食えるんですか？え、食べれる、食べれる、おいしい。レバーとか好きだったら好きそう。全然いけるってことですね。うん。ゲンスージーです。ゲンスージー。はい。いただきます。はい、どうぞ。熱っ。熱いね。揚げたくて。全部熱いんですわ。あ、おいしい。やばー。今日一来たよこれ。おいしい、おいしい。全然落ち着かない。どんな味かしてないんですか？日本のとは違いますか？味付けしっかりしてて、うんうん、濃いんですよ、ちょっと味が。塩コショウが効いてるのかな。衣は多分違うから、うんうんうん、衣がめちゃめちゃ美味しい。おやつに食べたいな。ナンバーワンですか今のところ？今、あ、でもこっちとちょっと競ってる。そうなんだ。ルーローハンも好きだけど。全部やるんですか？全部やる。ハヤト君。はい。ヘイソンシャーフー。ちょっと。なんで映ろうとした？もう作品数がもう2000本以上、相当な回数こなされてる。そうですね。何回ですか？もう覚えてない。その1日マックスで何回やったとかそういうのあるんですか？1本に対する回数って決まってて、多い時たまにある人はあると思うんですけど、基本 2,3 回で、僕作品でなんかその20連発みたいな、うん、そういうのとかも見たことあるんですけど。ああ、そう、連発っていうのは発射の方ですよね、はい、あ、そうか、男性側だから。じゃあその男性側目線だと最大回数何回ぐらいですか？10以上とかありますね。そういうの得意な男優さんがいたりするんですよ。無限にいける人とか、自分で調節できる、出す量止めてみたいな、で次に持ち越してみたいな。そういうプロがいるわけですね。います、すごいです。ちなみにその一番の思い出に残ってる現場とかあるんですか？あ、面白かったでいいですか、はい、あのジョーカーのパロディを撮影でしたんです。私がジョーカー、ちゃんと髪緑にして、はい、白塗りして、バットマンダイエンさん。それさっき英語ですか？あ、普通日本語です。しかもそのやってる時は別にあの楽しかったからいいんですけど、はい、作品になった時に恥ずかしすぎて絶対自分で広げたくなかったんですよ。そしたら誰かがそれ見つけて、誰かが別でツイートしちゃって、それがバズっちゃって、畑野由依仕事選べよって書かれてた。帰ったら絶対に見よう。やばい。ご自身はどうなんですか？そのやってる感情移入しながら一応その感じでやるんですけど、ちゃんとあの階段で踊るシーンとかも撮ったし、そのバットマンと絡んでる時面白すぎて笑っちゃうんですよ。そういうのが多いです。あと坊主みたいなのも撮ったことある。特殊メイクで坊主にするんですけど、ハゲコキみたいな、ハゲコキっていうのが頭にこうこうやってこういう。ここにキュッて。やっぱさ、もう2000本やるとさ、もう新しいプレイを探してさ、もう意味わかんないことになっちゃう。おかしい方向に行っちゃってるから。そうですよね。ネタ切れか。そうだよね。俺もう畑野さんならではじゃない。他やってる人いないでしょ。いないいないです。面白い。やりたくないです、みんな。逆になんかプライベートとかがもういいやとかなりそうじゃないですか？プライベート特に何もないんで、仕事が入んないと女として終わってると思っちゃう。聞く手はまたじゃないんですか？全然です。コンパとか多そうですけどね。ないです、ないです。あと年取って、うん、あの若い頃よりちょっとやっぱいけなくなった。恋に消極的な、うん、まあ職業的な問題なんですかね、うん、なんか絶対毎月1回性病検査があって、例えば不特定多数の人と言って病気もらって仕事ができないっていうのが一番やばいんで、プロだ。健康管理だね、一つ健康管理、うん、じゃあもうその仕事の場である意味発散されてると、うん、発散して転職ですね。転職、うん、ヤンロール
うわー、いっぱい。おいしそう。うわ、なんだこれ。すごい、盛り盛り。エッチな匂い。あ、違います。エッチな匂いじゃないですよ。今、なんつったっけ。いや、言ってたかもしれないです。じゃあ、最後の2品。こちらです。でっけー。でっかー。おいしそう。うん、柔らかい。うん、羊ってこんなムチムチしたとかって。あの皮付きなので珍しいですよ、うん、日本では。そうですよね、はい、でもなんかこう上に春菊が乗ってたり、うん、具材の感じがちょっと日本のお鍋っぽさもあって、うんうん、もう八角っぽい味とか大丈夫ですか？じゃんじゃん台湾向いてますね。じゃあ詰めます、うん、全然詰め。カモですね。ジャンもイヤーです。こちらもちょっと食べてみて。はい、おー、いた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 。すごい、めっちゃ柔らかい。結構日本でも、ね、うん、なんかお鍋とか冬だと食べられたりします。どうですかこれ、日本のお鍋となんか違いとか。でもなんか鴨鍋はなんかうち結構実家でよくやるんですよ。ただ味付けがやっぱりこう生姜っぽいから温まる。すごい。そのお家で食べられてる日本の鴨鍋っていうのはどういう味付けだったりするんですか？鴨の出汁を取って食べるから、鴨のなんか味が強いです、うちの。そんな食べ方あるんだ。そうなんですね。はい、ということでインタビューの方は終了なんです。勉強になった。より波多野さんのことを知って、これからやっぱね、はい、作品を見る目線とかもすごい変わってきそうだなとか。身近に感じちゃいます。感じちゃいます。ああ、確かにね、うん。より興奮すると。波多野さんから告知がある。はい、今私がアンバサダーを務めているハグマというとこで、NFT を売ってるんですよ。まあ、女優さんもたくさんいるんですけど、こういう感じで1対1でお食事ができる権利がもらえる。いろんな動画を出してるんです。例えばなんかおはよう動画とか、買っていただいた方に名前を呼んで誰々さんおはようとかっていう動画も NFT で売ってるので、ぜひよかったら皆さん NFT で買ってください。で、そのお食事券、今橋本亜美奈ちゃん、それが12万ドル以上で。12万ドル。ブドウ数倍ワンタイミー。じゃあうまっ。どうだ、連勝だ。全コンだ、イベーズ。そしてなんと今回は視聴者プレゼントがあります。はーい、じゃん。こちら波多野さんが先ほどマッサージ屋さんで着てた T シャツ、しかもサイン入り。じゃあ、もう1名様に。そしてはい、これはハグハグコインです。裏にサインを書いてます。こちら3名様、概要欄のフォームからご応募いただきます。ということで、はい、皆さん今すぐに概要欄に飛んでってね。お願いします。如果喜欢这个影片的话，按赞、订阅、然后开铃铛，然后给我们多多留言一下，然后别忘记 follow 波多野さんの Twitter 跟 IG。好，那今天的影片就是谢谢大家，拜拜。